はい、どうも、こまでーす。続きからやっていきましょう。じゃあ、りんちゃん、行ってくるわ、仕事に。とりあえず、サイレントに仕事の体で潜入しに行って、とりあえず最初は流星と合流するんかな？流れ星くんと合流して、最初はパワハラババアのところに行って、まあ、パワハラババアいいひんけど、あいつの部屋行ってパソコンから発信機やったっけ？とりあえずなんか機械を取りに行くんやったね。そこまで行きましょうか。ゆう、そろそろ諦めなよ。何を狙ってるの？何？ガチャガチャ？草子。昨日話してたあれ？でも、ブサイクだって言ってたよね。ブサイクがいいんやん。でも、昨日シュウがこれのガチャを回してるのを見たの。ああ、だからか。シュウ君のために草子欲しいの？正直言いなさいよ。羨ましいなと思っただけだよ。はい、まあ、特に中身のない日常会話でした。ガチャガチャとかこの世界ね、こんな近代的な世界でもあるんやね。いい加減やめなよ。急に何？ずっとあの子を覗いてただろ？この子を？よくわかったね。別に隠すつもりもないくせに、この変態が。どこ行って女の子やろ？まあ同性愛とかあるんかな、この世界でも。はいはい。出生率とかどうなってんやろうな。少子化とかそういう問題はないんかね。お、こういう輪来た？まだ。はぁ、暑いし、遅すぎる。うちわとかあるんやな、まだこんな世界でも。だってこの買い物カゴ浮いてんで。そんな世界やのにうちわとかあんねんで。矛盾感すごいよな。その浮く力で風とかなんか起こせそうな、なあ、ちっこい扇風機とか作れそうなもんやけど。そういうのはないんかね。ハンズフリーの扇風機みたいな。たまになんかちっこい、なんか手で持つ扇風機持ちながら歩いてる人とか見るけどね。現実世界でも。ドスさんビッグウェイで働いてんの？関係ない話かな。ここら辺の話がさすがに本筋に関わってくることはなさそうやね。あ、慰安町、なんか聞いたことある名前。あ、大将か。そばしばらく顔見てなかったな。なんか慰安町名前聞いたことあるぞ。メモ帳にいるか。慰安町、え、前作の主人公や。前作プロローグの主人公や、イアンチョー。え、どういうこと？え、名前一緒なだけ？でもなんか顔がわざわざ隠れてるあたり。もともと顔ないのに、このゲーム。こんばんは。イアンチョーさん呼んでくれへん？もう解放してあげなさい。何よ、常連さんだから話しかけただけだよ。あ、ジェイさん、こちらは私の夫、風光チョーです。あれ、名前ちゃうやん。慰安町って書いてあるけど。あんたあいつも不愛想すぎるのよ。挨拶ぐらいしなさい。四択面頑張っただろ。はいはい。いい四択ギア俺が出す。お前はもう体験時間だろ。食ったらさっさと帰んな。ちょっと、ミンに当たらないでよ。今、ミンツァイって書いてあった？あいつミンツァイか？ジェイさんも仕事頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。これどういうことや？それじゃあまたね。こいつミンツァイ君？なんか雰囲気ちゃうけど。え？ミンツァイってあのベッドで寝転がったやつね。なんかタイムスリップしてんのかな。プロローグってもしかして未来の話やったりする？どういうことなんやろこれは。わざわざ名前が一緒のキャラが身近にいるのは、マインドは何も今感じひんたんかな。まあ、マインドはプレイヤーやからそういうのは感じたってことは、それがお前の感じたことやったこと。ごめんね、言ってかわからんけど。プレイヤーが感じたことがマインドの感じたことやってことやから、同じ名前のキャラがなんかいるって感じなんかな。あ、向井仁。
一回トイレで出会ったね。仲良いですか？ジェイダイ、こいつは昨日トイレで話しかけてきたやつか、それとも MBU と呼ぶべきか。お、マインドのことやな。それは俺の名前ではない、コードネームのようなものだ。ああ、それが問題だ。弱々しい笑みを浮かべている。お前も俺も自分の名前知らない。大丈夫だ、俺も同じ状況だ。はいはい、こいつも他人の体に住んでるやつってことね。他人の体に入れられて出られないんだ。さあ話をしようじゃないか。何の話するの？もうこれから大事なミッションあるんですけど。まずは謝らせてほしい。急にこんな形で押しかけてすまない。あんたの目的は？弾頭直入に言おう。あの時にお前の身に起きたことは全て憑依状態の MBU たちにも起きていた。どの時？あの時って何？理由はわからないまま俺らは根源とのつながりを断ち切られた。根源？ああすまない。根源とは適当につけた名前で我々をコントロールしていた組織のことだ。この件についていくつかの推測を立てた。この一連の状況は根源がわざと用意したもの、もしくは技術的なトラブルによるものであると。でも最も真実に近いと思う推測は、根源が何かしらの事故または襲撃に遭い、つながりが断ち切られたという推測だ。いろんな MBU たちが、なんか MBU たちはいっぱいいて、そう、なんか断ち切られていろんなところに飛ばされたってこと？襲撃？誰にだ？あのプロローグのやつやな、多分。異常ってやつちゃう？そこが問題だ。いいか、我々は根源の情報をほとんど知らない。根源の正体、目的、組織の名前すら知らない。でも唯一わかることは、彼らは突然理由もなく消え、我々は自由になったということだ。はいはい、根源っていうのがプロローグで、あの慰安長たちを捕まえてた人らのことやね。で、理由もなく消えっていうのは、多分異常が潜入してきて皆殺しにしたっていう、僕がプロローグで見た一件のことやな。だが MBU としてずっと厳しい情報統制をされてきたオーラは何もわからない状態だ。お前と話している今も俺の同胞は各地でこの件について調査をしている。その同胞の中でも俺を代表とする一派は真相を探ろうとしている。代表？ああ、同じ目的を持つ同志がたくさんいる。だがみんながみんな俺らと同じ考えを持っているわけではない。そのまま取り付いた主になり変わって生きると決めた人も多い。一部では宿り主の人生を捨て新しい人生を始めようとしている人もいる。つまり同胞の全てが同じ目的を持っているわけではない。いろんな奴がいるってことね。他の NBU を脅威だと思っている人もいるぐらいだ。どうしてだ？彼らも同じく他人の人生を奪っているからだ。自分のその行為を暴かれるのが怖いのだろう。そんな彼らからすると先手を打ってどうにかしたいはずだ。つまり MBU を襲ってる MBU がいるってこと？ああ、その可能性は大いにある。正直な話、すでに多くの事例が起きている。我々の多くは身を守るために身を潜めると決めた。俺の仲間たちは互いに面識がなく、主に俺を通じて連絡を取り合っている。なんであんたなんだ？俺は自分の正体を自ら公にし、そのリスクを背負う覚悟があるからだ。俺が裏切れば全員の仲間が俺を見つけ出し報復することができる。でも俺らが一番心配しているのは正体が明かされることじゃない、自分の本質についてだ。急に抽象的だな。俺らは一体何だ？ MBU とは何だと思う？
待て、あんたもそれを知らないのか。逆にお前は知っているのか。俺もわからない。さっきも言ったが、我々 MBU は道具だ。だから俺らは任務以外の情報をほとんど与えられていない。だから俺らは自分が何なのかすらわからないんだ。俺らは AI なのか、それともカプセルに浮かぶ脳なのか。そうだった場合、もし根源の人が本当に死んでいるのなら、俺らの本体の生命異常をしているのは一体誰なんだ。本体とかあるんかな。前回ジェダイとこのプレイヤー最後喋ったけどさ、お前が本来の体に戻れればいいなとか言っとったけど、本来の体とか元とかないんじゃないって思うな。俺らは未だに暗闇に立たされている状況なんだ。理解したか。確かにな、この今ジェダイの中に乗り移ってるけど、ジェダイから離れた場合どうなるんやろうな。俺らはいつ消えてもおかしくないんだ。じゃあどうするべきなんだ。俺らにできる唯一のことは真相を調べることだ。だから俺はお前に接触した。俺はお前の過去を知る必要がある。お前の知るつながりが断ち切られる前の情報を、手がかりになりそうなことを全部教えてくれ。頼む、お前の話を聞かせてくれ。まあ、情報共有大事か。俺はある人物の精神を操り、その仲間の情報を聞き出そうとしていた。プロローグの話ね。いつも通りの任務だな。場所はシミュレーション空間、陛下病院の病室。陛下病院って名前分かってたっけ。陛下病院の病室。そうだよね。急に慣れ慣れしいやん。どうした。聞き出そうとしていた情報を覚えているか。あ、もう覚えてへんな、さすがに。確かどこかの座標だったな。そいつらは何者なんだ。お前が取り付いた人とその仲間の正体は。武器を密輸していた。武器の密輸？そっか、そのなんか隠し場所の座標をなんか探ってた気する。名前は、お前が操ってた人の名前は。いや、さっきラーメン屋の店主だったんやけど、これどういうことだと思う。わかった。つながりが断ち切られる前に何か起きなかったか。これね、急に何者かが現れてその場にいる全員を殺した。なんだと。これ結構重要情報じゃん、そっちにとって。あまりに急な出来事だった。殺されたのは根源の人たちか。ああ。それから、それから彼らが殺された後、お前はどうやってジェイダイの体に入ったんだ。それが分かんないんですよ。俺も分からない。彼は興奮しているようだ。俺がずっと探していた情報だ。根源が壊滅した。だから俺が自由になったんだ。同胞よ、感謝する。この情報があれば手がかりとして十分だ。調査を続けられる。今後の計画はこうだ。お前からもらった情報をもとに、お前が以前操っていた人物を探す。そこにいたよ。すぐ近くにいたよ。どうして彼を。もし彼が生きていれば、彼が唯一根源の施設から逃げられた人になる。あ、確かに。そっか、あの爆発に逃げられた人なのか。あ、でもあれやん、ミンサイって爆発して死んじゃんじゃなかったっけ。爆発っていうか、凶暴化してそのまま殴り倒してどうなったんやったっけ。ミンサイって死んだよな、さっきそこにいたけど。最後に他に何か伝えたいことはあるか。そいつを見つけられそうな情報なら何でもいい。俺は彼の居場所を知っている。そこにいたんやけど、同一人物かどうかは分かりません。なんだと。どこにいるんだ。この近くだ。なんだと。この通りのラーメン屋の店長だ。そうか、分かった。お前が行った場所を探す。では以上だ。これ結構大事じゃう。
意外と名前忘れてて、今のラーメン屋店長の名前が出てもスルーする人って結構多いんじゃ。僕メモってたからギリ助かったけど、これはもしかしたらいいルート行けたんちゃう。何か分かったらまた連絡する。お願いします。また会おう。同胞。この MBU マインドとしての見方は初めてやね。まだちょっと見方がどうかは怪しいところではあるけど、まあ信用してええやろ。同じような立場の人っていうのを初めてちゃう。マインドとしてこっちの話もどうなるんやろうな。繋がってくるんか。で、NBU 殺しをする NBU 集団もいるってことやろな。はぁ、複雑になってきました。会社の話だけでも複雑やのに。ジェダイとこのプレイヤーが決裂するパターンとかももしかしたらあるかもしれへんな。今の話ってさ、ジェダイ君聞いてたんかな。まあ、それ聞いてるよな。次眠るときジェダイとどんな話するかっていうのもちょっと気になるね。三選別組まで行きましょう。会社でポケットに手突っ込むな。気になるわ。また身体検査された。こんなことをして本当に意味があるのか。いつになったら終わるんだ。さあ、そろそろだと思うよ。どうしてわかるの。マネージャーの調査がそんなに長引くはずがないでしょ。それに本社の人たちがこんなボロ工場に長居したいと思えないし。そうかな。それに上だって一刻も早く結果を知りたいはずだよ。本社の調査員だってそう悠長にはしてられないからね。一理あるな。間違いないよ。まあ確証はないね。とりあえずトイレ行って着替えた方がええかな。あ、イデさんどうも。ジェイ、工場に着いた？はい。わかった。契約室にいるから来てもらっていいかな。韓流と契約した部屋ね。あ、はい。制服に違うのを忘れないでね。何かあったんですか？じゃ、よろしく。答えろや。質問に答えろよ。一体何のような？俺の負債を伝えるためとか。まあ、とりあえず着替えて周り探索するか。いきなりババアの部屋入れたら、それはそれで。いや、でも一回流れ星くんと合流してからババアのパソコンに行った方がええんやったっけ。まあ、わからへんけど、とりあえず制服着替えます。変身！お、お、はい、はい。ジェイ、聞こえる？睡眠？今トイレ中。そうだ。通信機は問題ないようだな。用事は終わったのか？お、終わったか。ああ。終わらないでしょう。レポートがあるし、それにあんたは。私たちはもうアジトに戻っている。流星も今工場に向かった。そっちの状況は？選別組のチーフに呼び出されました。了解。確か今日君は配属が決まる日だったね。そうや、捜査組に選ばれたら都合がいいね。最終的に捜査組行きたいからな。了解。そうだな。配属された組によって調査の仕方が変わってくるはずだ。どっちの組を選んだ方が調査しやすいとかあるのか。まあ捜査組やろうね。あ、どっちでもええや。いや、どっちでも大丈夫。それにこの件が終わっても君は引き続きサイレントで働くわけだし、自分で判断すべきだ。ああ、そこら辺も考えてくれるんや。ではまた後で連絡する。私は他の任務があるから少し席を外す。まだ他の任務あんの？今他の任務終わらせてきたところやのに、まだ他の任務を兼用してるんですか。23号はアジトにいるから連絡は取れるはずだ。おトイレの時はミートするし返事もしないからね。俺がトイレに行くときは、こっちがちゃんとミートするからご心配なく。そうだな。今トイレなんですけど。流星がサイレントに着いたら彼から連絡が来るはずだ。彼が来たら作戦を開始してくれ。以上だ。じゃあ流星来るまではいつも通りか。はいはい。あ、どうも。お久しぶり。ほら、彼だって言ったろ。声を聞けばわかるんだ。喋ってるところ聞かれたらまずいんじゃん。何トイレでこそこそ喋ってんのってならへん。ジェイ、うんこしたから電話してるの？はぁ、何を言ってるんだ。失礼だろ。そうだけど、匂う？いやいや、むしろいい匂いがする。キモー。バカ。もう行きますよ。また後でね。あの二人は何をしてるんだ。なんやろ。なんでわざわざここで。
声かけてきたんや。あとは契約室か。はい、契約室行けってことね。なんか監視されてる？そういうわけではない？ていうか、主人公はあんまりサイレントで働く気もないんちゃう？ヒロインちゃんはもうね、レイちゃんやったっけ？あ、どうも。リンちゃんはもうここで働く気ないんやろ。多分主人公も、この事件の一件が終わったら主人公も多分辞めるんちゃう、仕事。止まりなさい。これ以上は近づかないでください。またあなたですか。何か用です？ここは封鎖されているので近づかないでください。昨日、メイジョと一緒にいたやつ。イファヨーに会わせてくれないか？彼女はもうここにいません。あなたもその理由は知っているはずです。俺は知らない。仕事も邪魔です。お引き取り願います。メイジョはどこにいる？お引き取りを。クソ野郎が！言い返す気はなさそうだ。まあ、イファヨー、パワハラチーフはもうどっか行っているらしいからね。北区から出たっていう話だったから、もう再登場はもしかしたらせえへんのじゃないかなって思うけど、ミスター誠実とかいるかな？あ、いない。シーホン号もいい品か。今もっきりこの会社でスパイ活動するわけやけど、仲良くなった人らともなんか敵対するんかな。ちょっと心苦しいね。契約室行きましょう。よし、カフェオレやっとコロナ治ったから気兼ねなくこういうの飲めるようになったわ。うめえ。こっちやね。あ、どうも姉貴。今日のニュース見ました？何のニュース？また北区で不法滞在者が捕まったらしいです。北区の何がいいのか。なんで不法滞在してまで来ようとするんですかね。北区がよくできてるわけじゃない。ない。彼らが元々いた場所が地獄だからよ。田舎は自動化がかなり進んでいるのよ。農家さえも仕事を奪われたなら、工場勤めはさらに大変よ。だから彼らは都会に来るしかないの。まあ結局は北区にすら入れられないか、いられなかったけどね。勝手に戸籍所在地から離れたってことは公民権を放棄したってことよ。投票権は失わし、法律に守られることもない。ある意味では難民よりも大変よ。彼らが生き延びるには闇に紛れて生きるしかない。ゴミだめ。そう。これで分かったでしょ。北区の生活は多くの者にとっては天国のようなもの。あんたはそれを知らないだけよ。まあ北区は、まあ僕もなんか北区は結構この世界では割といいところってイメージあったけど、あんまそういうイメージ持ってへん人もいるんやね。思ったよりこの世界終わってるんよな。契約室はこっちかな。何のやろう、いいチーフ。失礼します。お、チーフ同士や。ジェイ、ここに座って。シュンゴもいるのか。お疲れ様です。この二人が喋るんか。神さん。かなり重々しい空気だ。これから何をするか。もう分かってるよね。いや、分かってへんけど。なんすか？あー、配属先決めるんか。どこの組に配属されるか決めるためですか？そうだ。君が選別組と捜査組、どちらに行くかを決める。正しくは君に決めてもらうんだけどね。決定権こっちにあるとね。そうだ。この数日間でいろんなことが起きたけど、2日間の研修は一応終わったからね。本題に入る前に、まずはこの工場について話したい。まず、イファマネージャーだけど、少しトラブルがあったようで、当分は会社に来られないそうだ。当分ではなく、当番に来られないだろうな。この二人はイファ用についてどれぐらい知らされているのだろうか。現在、サイレントは会社の規定により、各組のチーフが管理している。でも、捜査組のチーフは、とある事故により会社に来られない状況です。ええそのため、今は私が代理で管理しています。あ、そうなんや、なんかあったん？思ったよりあれ、セラの兄貴が殴ったんが聞いたんかな。あのまま病院送りになったとか。シュンが苦笑いを浮かべている。そうだ、昨日セラさんがチーフを殴ったんだ。結論を言うと、君を採用するかどうかの決定権は僕とシュン後に移された。
こっからややこしい話なんだけど、僕たちは二人とも君を採用したいと思っている。だから話し合った結果、君自身に決めてもらうという流れになったんだ。まあ捜査組行くか。選別組の方が居心地はええけど、任務のこと考えたら捜査組行った方がええよね。急な話だし、この場で少し考えてもいい。決定権は君が持っているわけだしね。わかりました。そうだ、選別組のみんなは君を歓迎してるみたいだよ。勧誘は禁止と決めたはずでは。僕はただ同僚からの伝言を預かっただけさ。では私も補足させてもらいます。ジェイ、捜査組の給料は選別組の2倍です。おー、そういうところやって、シュンゴ。そういうところは嫌われねんて。よくもまあ給料の話ができるな。ジェイは給料の差を知る権利があります。仕事の良し悪しは給料だけじゃない。環境こそとても重要だよ。まあいい程度言うこともわかる。捜査組はかなり抑圧された環境で事故も頻発している。それはあなたたちのせいです。また僕たちのせいにするのか。落ち着いてください。私は落ち着いています。どこが落ち着いているんだ。最前線である選別組は協力者と親身に対話し、より良い協力者の選別に全力を尽くしている。それが最前線ですって。マイナーの棚上げしているのは誰だと思っているのですか。事故が起きた時の責任をあなたたちが背負っているとでも。事故の原因はあなたたちが交流や協力を拒み続けた結果です。また交流の話ですか。何度も言ったはずです。演算力供給の基準をいじくるべきではないと。あなたたちが基準に満たないマイナーを送り込んだ結果ですよ。何度注意しても聞く耳を持たないあなたたちとどう交流しろと言うんですか。何の説明もなしに命令するだけして聞く耳を持たないのはひどすぎないか。交流することで君たちと状況が知れればお互いにとってより良い案が出せるのに、君たちはいくら質問しても分厚い技術マニュアルを読めとしか言わない。手間暇かけてあなたたちに教える責任はこちらにはないはずです。我々プロを信じればいいだけの話です。ちょっと俊吾もな、話し合おうとしなさすぎね。君の言うプロはただ上から物を言うだけだ。よくも。もう何とでも言ってください。ジェダイはあなたと違って捜索部の現状を見ました。彼なら私たちがどういう状況なのか知っています。その状況を教えてあげようよ。それを言うなら選別組にもいた僕たちの頑張りを彼なら知っているはずさ。じゃあ彼に選ばせればいいでしょう。ちょっとさ、選ぶ前に喧嘩するのやめてくれる？めっちゃ気まずいやん。選ばれなかった方からめっちゃ睨まれそうやん。やめてよ。ああ、本来そういう話だろ。きつー。ある意味パワハラやでこれ。ジェダイ、あなたどっちを選ぶのですか？二人が俺を睨んでくる。もう少し質問しても。あ、何でも聞いて。ちょっと待ってください。何？ジェイの質問に答えるのは聞かれた人だけにしましょう。部外者は絶対に口を挟まない。同意だ。ジェイ、質問をどうぞ。ここで、あれやね、うまいことお腹取り持てへんかな。選別組の給料は本当に低いんですか？これどっちに聞いてんの？選別組か。選別組の給料の方に疑いかける。ああ。でも、契約者数が多ければ、そんなに差はないはずだ。ふん。何？私は聞かれていませんので、口は出しません。言いたいことがあるなら、はっきり言えばいいだろう。僕は君たちと違って、人の話をちゃんと聞く人間だよ。まだわからないのですか？その契約者数を増やすような仕組みこそ、選別組が基準を超えた人を送り込む理由なのです。信じないだろうけど、君が言っていたそういう仕組みは存在しないんだよ。選別組はただ、そういう人を助けたいだけだと思います。ほらね。シュンはこれ以上口を挟む気はなさそうだ。とりあえず、捜査組は本当に工場閉鎖に賛成ですか？そうだ。理由を説明する気はなさそうだ。じゃあ私は失業者になるのですか？ええ、でもそれはずっと先のことになります。例
例えば今日工場閉鎖の話が決まっても完全に閉鎖するまで5年から8年はかかります。それまでにキャリアを積めば万象の全ての演算工場に再就職できるはずです。自分の人生考えたら圧倒的に操作組やね。まあ正直僕がリアルやったら選別組に行きたいけどな選別組の方が楽そう。ただ将来考えたら操作組やし、まあ今の任務も最終的に操作組に行かなあかんから操作組にいることは大事やと思う。うん、操作組かな。はい、わかりました。ごめんな、いいちゃん。本当にいいの？捜査組の状況をその目で見たはずだろ。はい、これでいいです。わかった。ちゃんと考えた上で決めたなら僕も言うことはないよ。じゃあ僕はここで、あとは春後が説明するから。そうだ、この機会に二人に伝えておきたいことがある。選別組全体の決定権があるうちに現状を少し変えたいと思っている。どういうことです？今日から僕は選別組のいくつかのエリアを開放する。捜査組、収蓄組問わず自由に我々のオフィスを出入りできる。ほう。あなたにそんな権限はないはずです。それは本社による規定ですし、イファーマネージャーが不在だからといって。これは突飛な計画じゃない。僕は何年もこの計画を推し進めていた。それにこの件について本社は各工場の判断で決めていいと同意をもらっている。ただイファマネージャーがずっとそれを止めていただけだ。彼女は本社の怒りに触れるのを恐れたんだろうけど、僕は臆したりはしない。よくもシュン、僕は君と話していた目標を達成させたい。そうなれば2つの組は協力関係を築けるはずだ。僕はずっとあの日の言葉を忘れず尽力してきたが、君はどうなんだ？なんかあるんかこの2人で。みんなが君を歓迎してると言ったのは本当だよ、ジェイ。君が捜索に入ってもいつでも遊びに来るといい。僕たちは君を歓迎する。ありがとうございます。では思ったより喧嘩にはならへんだな。それは良かった。ありがとうございます。礼には及ばないよ。これはみんなのためでもあるからね。はは。捜索組でも気軽にそっちの組に入れるようになったってことかまずはこちらを選んでくれださりありがとうございます。でもあなたの正式な配属日はまだ決まっておりません。マジか。理由を説明する気はなさそうだ。了解。いつ出勤したいの？それまでサボっててえの？よし、多分この状況は来週の月曜日まで続くと思います。月曜日以降に正式に配属されるはずです。今何曜日？配属は先になりますが、それまでに工場での生活に慣れておくのがいいかもしれません。配属されてなくても工場に入っていいの？僕何したらいいのそれここでの環境を深く知り、一部の仕事をやってみるのもいいでしょう。それ誰の指示でもらえんの、その仕事？例えばどんな仕事をすればいいんですか？あ、すいません、昨日の件でセラー全体がメンテナンスになったため、今は捜査組の人たちは誰もいないのを忘れていました。あ、そうなんや。みんな休みだ。あなたは工場内部へのアクセス権限を持っていますが、仕事は来週からになります。空いたこの時間は有効に使ってください。選別組に行きたいのでしたらそれも構いません捜査組に行く言うたら選別組の仕事してたらなんか面白いことあるやん。選別組の話だと彼は露骨に嫌な顔するな。春後の方がなんか拒否反応高いな。逆やと思ったけど。あなたと言い出ることはもったいないと思います。そうですね、昔の彼は私の判断を信頼してくれていましたが、今は何を話しても証拠をくれというのです。でも説明を求められるより私が我慢ならないのは彼からの不信感ですか？そうだ、なかなか鋭いですね。とにかく私はもう彼のことが分かりません。すいません、私もそろそろ失礼しようと思います。また来週に連絡します。あなたと一緒に働くのを楽しみにしていますよ。紆余曲折な研修でしたが、これからもよろしく頼みます。ではまた来週にお会いしましょう。お疲れ様でした。さあ
工場自由に歩けるってことやん。もうやりたい放題やん。コーラ、スイレン、少佐も、少佐スイレンさんも、スイレンやったっけな、前。スイニンやったわ。これはスイニンさんも喜ぶんじゃん。捜査組か。はい。すべてが終わった後、俺はここで働き続けるのか。あ、もう行きましたよ。え、ずっと盗み聞きしてたのか。ちょっとジェイさん、任務中だよ。そっちのサポートするのは当たり前じゃん。今日は工場内は自由に行動できるみたいね。よかった。スイはまだ帰ってきてないけど、作戦を開始してもいいと思うよ。あ、流星も着いたみたい。繋ぎとくね。なんか、申し訳なさそうにしてるけど。もしもし。何？なんかあったの？昨日勝手に早退したせいで、チーフに外回りを任されたっす。それで？だから僕はしばらくサイレントから離れることになるっす。すいません。やってんねこいつ。スイ！流星がまたヘマをした！僕が早退したのは、スイネートを23年に呼び出されたからっすよね。落ち着いて、少し考えるから。ジェダイ、君に任せる。ええー。一人でやれってこと？俺が捜索組に潜入するのか？まあまあ、捜索組に入るように、ちゃんとやったんで、褒めてください。今回の作戦に命と危険はない。ほんまに？別日にすることも可能だが、今は一刻も争う事態だ。板書にチャンスを与えるべきではない。それに、さっき捜索組から聞いたんだけど、今日はセラーのメンテナンスで誰もいないみたいだから、絶好のチャンスよ。それなのに、どっかの誰かさんは。だから僕のせいじゃないっすよ。では、作戦通り。まずは、イファのパソコンに取り付けられた転送機を手に入れてくれ。うっす。いや、でもそれが、パワハラのお部屋、なんか変な男いて入れないんですよ。そして、それを選別組チーフのパソコンに取り付ける。転送機とはどんな形だ？パソコンの裏についている黒いキューブだ。表面はザラザラしてる。パソコンの裏に黒いキューブ。そんなノートパソコンにつけてたら、ガタガタしてうち使えんやろ。手で触れればわかるはずだ。小さいか。頼むから早く手に入れてよね。画面が見れないから超辛いの。まあ、J は捜索組に入ったから少し難しいかもしれないけどね。難しい？選別組のオフィスに入ったら疑われちゃうかも。あ、それは大丈夫ですよ。J の兄貴、捜索組を選んだっすか。人生の選択に口を出すな。はい。とにかくまずは、イファ用のオフィスを目指してくれ。くれぐれも目立つ行動はするな。そういえばさっき、イファのオフィスの外に人がいたな。これ、その人どうしたらいい？どんな人物だ？背が高くてイケメンだ。イファ用を調べていた捜査員だ。だが、すでにいない可能性もあるから、もう一度行ってみてくれ。もしいた場合は、彼を別の場所へ誘導してほしい。それができれば苦労せんよ。おぉ。まあ、ということで、じゃあ次回。パワハラの部屋行って、パソコンから黒いキューブを取りに行きましょう。捜査組に入っちゃったけど、まあ、この選択は、物語に関係すんのかな。結局、どっち選んでも工場自由に歩けるって話だから、あんまり、メインストーリーは変わらへんのかな。そんな気はしたけど、まあまあまあ、それでは次回、潜入ミッションやっていきましょう。ありがとうございました。